寒いからね。いいよ。そうなの？明日マイナス8度だから。今日より変わった。カメラ目線ありがとう。しばらく寝ないんですけど。すごいコブやった。コブ？あ、長見えんの。ちょっとブルー、ちょっとブルー、ちょっとブルーよ、ちょっとだけブルーを。いた、走れ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 、明日すっぽ抜けろ、コブですっぽ抜けろ、よっしゃ。明日ルッサ発射事件。発射したんすか？俺発射してる。あ、全日本で、うん、残り5個ぐらいで。戦ったよ、あの時は。戦った。もうだって火くれてたもんな。綺麗綺麗。かっこいいね、滑走面。でしょ。ワックスの使い方、これ全部すごい。そうだよ。これも。うん。いや、そんな使い方する？するする。あの広い範囲で塗れるもん。折れないの？いや、俺初めて。ギリギリまで行ったらこっちこうやって使うけど。ドアストッパーで塗ってる人。いやいやいや。最後どうすんのそれ？最後もタラタラに。切り替える、うん、そこまではこれで。マジイエローだけちょっと横から入ってるけど、細い方から入ってる。違うよ、生塗り用のワックスだから。あ、それ生塗り用、うん、そんなん使い分けて。俺もちょっとよくわからんけど、なんかこれ塗ってから塗ったらいいらしい。すごい、ね、知らねえ知らねえ。明日頑張ろう。これがそう、こんなにもう冷たいのに。そう、温めたのが全然温めたことじゃないのよ。いや、だってワックスもうだってこれだいぶ冷たいよ、今。冷たくなったらワックス硬いでしょ、うん、だからもう浸透しないでしょ。いや違うのよ。今浸透してんの？浸透してる。今これ浸透してんの？こんなに冷たいのに。冷たい。温度関係ない。温度関係ないんやって。え、じゃあその今熱々の状態では何が起きてるの？冷めてる。冷めてるの？今浸透はしてないの？してない。浸透してないの今、ね、この熱々状態が、うん、で、うん、冷たくなってから浸透し始める。冷たくなってから何が浸透すんのって。ワックスがじゃあ今剥がしちゃダメなの？ いいよ。俺の方が板走るから。え、何時間寝かせるの？3時間ぐらい。3時間ぐらい置いとくとその間に浸透してんの？そうワックスが、うん、嘘だ。こんなに冷たくて固まったら浸透すんのこれ。するよ。でも昔はそうやって言うもんね。だって俺そうやって習ったもん。俺も最初そうやって教わった。結構時間をゲット。明日の朝ハグとか一晩寝かしてとか。そういうやっぱそう、ほら、それ料理じゃないんだからさ。一晩寝かしてもワックスもこんな硬かったら浸透しないでしょ。するのかい？するの？うん、するんだ。何？何？だから俺が言いたかったのは、表面が冷めても、うん、中はほらまだあったかいかもしれない。
半生ってこと。そう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 、もんこ中みたいな。ないよ、冷たいもん。いやいや、表面や今触ってんの。中の部分まだちょっと、このカスメの中、ほんのりあったかい。いや、ないって。こんな浸透ってなって、もうこんなちょっとなんで、もう何回も同じ話すんの。この一発でいかなあかん。綺麗に綺麗に来てください。シャーッ。全然出ない。トゲてる作り。もう大丈夫かこれ。そうでしょ。こんな浸透してるわ。浸透してます。あ、やばい、なんかボールガリガリ。こんな素人みたいな脱ぎ方ある。これあ、薄いのか、ワックスが綺麗に浸透したってこと。そういうこと。一晩置いたもう一枚で剥くっていう、そのカツラ向きみたいなのしたことないんだけど、できるの。うん、俺がやる。あ、待って、固定されてない。ひぎカツラ向き、シャッシャッ。もう一回、ヒーカツラ向き、シャッ。ちょっともう一回、明日滑るわこれ。もういい？もういい。